さあ始まりました、漫画へあふれるコミックシームアプレゼンツの声優漫画バラエティー、わちゃわチャンネル MC の小夜永俊之です。そして、はい、同じく MC の井上まりなです。そして本日のゲスト様はこちらの方です。はい、こんにちは、三森すず子です。よろしくお願いします。三森さん、かわいいよ、かわいいよ。三森が来たぞー。三森、かわいいよ。お邪魔します。いらっしゃいませ。お邪魔します。って言いながら、俺はミモリンって初めて今日読みましたけどね。確かに、確かに。いつもなんて呼んでんの？え？ミモリさん。いつもミモリさんか。あのすごいよそよそしい感じで。あー、なるほど、なるほど。そうそうそう。まだそこまでの。そのぐらいの距離感なんでね。そう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 。え、なんて呼んでる？トシのこと。多分呼ばれたことないです。呼ばれたことがない。あー、なるほどね。呼ばれたことがない。でも現場のあの休憩時間とかでお話ししたことあります。そうですね。ちょこちょこ。はい、ちょこちょこ。そのぐらいの関係性でございます。なるほど。マリナどうですか、三森さんとは。でもね、あれだよね、なんかプライベートとかはなんか知らないんだけど、現場だとあれか、何がリンネが一番なかったかな。そうですね、氷河のリンネっていうの、はいはいはい、コミック作品で、うん、割と長いことを。そうですね、そう、一応印象で。なんか現場のなんか打ち上げとか飲み会とかの時に、うんうん、なんかお隣に座らせてもらったことがあって、うん、マリナさんはそう、あ、ちょっとでもあんまり言うとね気持ち悪いんだよ。え、何何何なんですか、なんか私服、マリナさんの服すごい好み で、 ありがとう。で私が欲しいなって思ってる服、大体マリナさんが着てる子で、でいるもらう、お下がり、お下がり、お下がりいるこのタイミングで。マジでもらってくれた。いやいやいや、いやそこは買えよって話じゃないさあそれでは参りましょう。今回の企画はこちら、はい、三森すず子の未来計画。イエーイ。なんだなんだ、はい、さあ今回のゲスト、三森すず子さんは一体どんな未来を夢見ているのか。なるほど。まあ、直近ではなくてね、はい、これから10年くらいのスパンでちょっと叶えたいなと心から思っております。なりたい自分、そして行きたい場所、うん、そして挑戦したいこと、うん、この3つの未来計画を考えていただきました。はい、はい、そちらをですねちょっと、発表していただこうかなというふうに思うんですけれど、10年か、そんな先のことをみんな考えてるもんですか。考えてないよ。うん、大体ね、こういうところで聞かれるのって、うん、今年の目標はとか、ね、確かに、ね、聞かれること多いんですけれども、10年後の自分はっていう質問はなかなかね、どうなんか10年後何歳とか考えたくないですよね。考えたくないね。そう、そんな考えたくないんだよね。まあ、そんな中ですね、なるほど、ちょっと三森さんには無理言ってね、はい、考えていただきました。すみません、ね、じゃあちょっとフリップオープンしていただけますでしょうか。はい、まずはまずは、まずは三森の、はい、三森すず子さんの、ま、なりたい自分、なりたい未来の自分、はい、10年後にこうなってたいってこと。10年後までにはなってたいなっていう。なるほど、なるほど。もう本当に今年叶えてもいいぐらい。あ、なるほど。え、そんなすぐ叶えられる感じじゃないような柔軟性のある未来ですかね、うん、そうです、もう私次第って感じ。なるほど、なるほど。ではそんな、なりたい、なりたい三森すず子、オープンしていただきましょうか。はい、発表お願いします。はい、お願いします。いきます。はい、三森すず子はじゃん、おもてなし上手になりたい。え、うまそうだけど、うん、いやもうなってるんじゃないですか、うん、結構私家に人呼ぶの好きなんです。あ、なるほど、なるほど、はい、結構呼ぶんだ。そうなんですよ、友達とか呼んで、はい、うん、あのご飯とか食べたりするんですけど、うん、だいたい呼んでもらっていいですか。来てください、来てください。わちゃわチャンネルでね、あ、そこで、うん、なるほど、ね、番組でね、番組で来てくださるなら誰でも来てほしいんですけど。そんなにそんなに家に呼びたい。いや、家で、いいね、なんか家でみんなで楽しく過ごしたいんですけど、うんうん、なんかだいたいピザ取っちゃうんですよ、うん、今のところはピザ取っちゃうんですけど、やっぱりだから他のお友達の家に遊びに行った時に、うん、すごい手作り料理とか、うん、今日はタコスパーティーですとか言って用意してくれたりとかして、もうなんかそうテーブルクロスとかからこう南米風にしてみたりとか、うん、いやなんかすごいこだわり。誰それ。一本と普通の主婦の友達なんですけど、なんかすごいおもてなし上手だなと思っていて。料理は好きなの。料理はそこまで、うん、
得意じゃないっていうか、まあ、あんまりそんなレパートリーないんですけど、好きじゃないならいいんじゃない作んなくて、うん、ねえほらおもてなしって料理が全てじゃないじゃん。そうよ、あとなんかこうかわいい急須とか、うんうん、あの急須なんですか、お茶、お茶、お茶のセットとか、ティーポットとか、あとね、もうそれがティーポットを急須って言ってる時点でちょっとね、急須ももちろんね、素敵よ、素敵な急須もありますからね、あるあるある、あるよね、そう、スマートなこう、おもてなしができるようになりたいってことですね、おしゃれでスマートな、おしゃれなスマートな、もういつでもどうぞみたいな感じの、なるほどな、今だともう紙皿になっちゃうんで、なるほどね、ティーポップでいいとか、ああ。はい、では続いてまいりましょう。続きましてですね、はい、続いては行きたい、行きたいですかね、はい、行きたい場所なんですけど、三森すず子はでーん、ベルサイユ宮殿に行きたい。フランス、おフランスか、おフランス、おフランスですね、はい、ベルサイユ、私すごい10代の頃にベルサイユのバラにめちゃくちゃハマって、ベルバラ、はい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 、すごい読んでたんですけど、で、本当はコロナぐらいちょっと前ぐらいに、うん、行く予定だったんですよ、旅行で、でもコロナでキャンセル、うんうん、ツアーごとキャンセルになっちゃって行けなくなっちゃって、うん、だからまだに叶えずという感じで、え、はい、フランスには行ったことがあるの？ないんです。あ、フランスごと本当は行きたい、フランスって書きたいぐらいだったんですけど、特にベルサイユ宮殿に行きたいんだ、はい、フランス語とかどうなんですか？あ、全くメルシーぐらいです。メルシー、ボクー、メルシー、ボクー、ボンジョー、ボンジョーぐらいなんですけど、いいよね。旅行好きなの？旅行は割と好きですね。うわ、行く、はい、行ける時は行きたいです。え、今まで行ってどこが良かった？今まで行って仕事とかでもう一回やっぱり行きたいなっていうのは台湾ですかね。あ、台湾、行ったことあるんだよね、はい、仕事で、仕事で、で、まあ、仕事で何回か行ったことがあって、うんうんうん、で、なんかこう台湾の台北市内だけで大体あんまり仕事だからそんなに、ね、あんまね、遠出できないよね。そうなんですよ、だから今度行った時はもっといろいろなところ行ってみたいなと思って、うん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 、台湾ってなんか新幹線も通ってるらしいので。あ、そうなの？はい、なんかそれで結構こう旅ができるらしいんですよ。なんか、はい、台南とかもすごいなんか趣があって素敵らしくて、うんうんうん、行ってみたい。またでも次は、でも次はもうとりあえずベルサイユ宮殿。いや、時間とお金かかりますからね。そうですよ、なかなか、ね、アジアと違って思いっきりがないといけない場所じゃないですか。ちゃんとスケジュール取らないといけないですね。そうなんです。でも10年だったら、この10年だったら、確かに10年だったらいけるかも、ね、うん、それでは、はいはいはい、続きまして、はい、みもりんがしたいことですかね。したいこと、挑戦したいこと、はい、なんだろう、目標とか何、私生活で楽しみたいこと、うん、あ、したいってなんかね、なんかすごい幅広いけど、確かに、ね、うん、私生活で楽しみたいって、じゃあそれに近いかもしれない。あ、なるほど、したいこと、はい、うん、それでは、はい、発表お願いします。はい、私はじゃん、美容師さんにお任せのヘアスタイルにしたい。どういうことだ？どういうことだい？すりゃいいじゃん。すりゃいいじゃん。どういうことだい？いや、美容院に行って、うん、なんか私あ、そのあんまり髪型を大幅に変えたことがないんですよ、うん、まあ、確かになんかロングな、そう、ロングで前髪ありでみたいな、うんうん、で色も大体これぐらいみたいな感じで、まあ、なんかそんなすごく事務所に決められてるわけじゃないんですけど、うんうんうん、なんかなんとなくその、まあ、初期の頃やっぱりなんかあんまり大きく変えないでねみたいな感じだったので、それを未だに守り続けてはいるんです、まあ、宣材写真の問題とかもありますしね。そうなんですよ、あとはこれ、ライブとかある人とか、はい、あと作品やる人は、ね、ね、役のイメージとかもあるからね、イメージとかもあるのでって感じで、うん、ところあんまりこうすごい大幅なこうチェンジしたことないんですけど、うん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 、なんかせっかくなら一度そのカリスマ美容師さんに、今そういう時代じゃなくない？カリスマ美容師ってもうカリスマ、カリスマ美容師がすでに絶滅危惧種ですけど、もうその時代じゃないらしいよ、今はチャンネルも終わってる、わかんないけどね、いらっしゃるのかもしれないけど、
の生き残りの人たちいるかもしれない。元カリスマ美容師さん、そうそうそう、もう元でいいのね。いや一回でもお任せでって言ってなんかやってもらいたい。いいの、ま、なんかブリーチ入れられて真っピンクの髪とかにされてもいいの？確かに、でも、受け入れます。おいきなりもうバッサリショートとかされても、バッサリもまあ受け入れます。じゃあこれ見てる人が、三森さんがこの10年直近10年で、急に髪が変わったなって思った時は、あ、お任せでって言ったんだなって思いました。僕ら確かにそうですね、きっとお任せでって言ったんだなって、ね、みたいな、まあね、じゃあこの10年以内にもしかしたら金髪ショートの三森が見れるかもしれないし、それもありです ね、青髪ショートの三森が見れるかもしれないし、すごい金髪、そうね、ショートの三森がベルサイユ宮殿で見るかもしれない、パーンって写真撮ってるやつがね、うん、見られるかもしれないわけですから確かに以上、三森すず子の未来計画でした。それではゲストの三森さんより皆様にお知らせです。はい、本日私たちで撮ったチェキをなんと抽選で1名様にプレゼントいたします。詳しくはわちゃわチャンネル公式 X または概要欄よりご確認ください。皆さんのご応募お待ちしております。さあということで、あっという間にエンディングでございます、はい、まあ、今回ね三森さんのお話たくさん聞かせていただきまして、うん、番組全然何もやってなくてすみません。すみません、まあね、わちゃわチャンネルの MC4 人への質問とかもね、コメント欄で大募集しておりますので、ぜひコメント欄に書き込んでいただければと思います。はい、ね、最後にこのねセリフをですね、三森に、はい、10年後のおもてなし上手なベルサイユ宮殿で、うん、金髪ショートになった三森が、うん、言ってる感じで、わかりました、お願いしてもよろしいでしょうか。いいですか、はい、それでは、カメラに向かってお願いします。見逃さないようにぜひチャンネル登録シルブプレ言ってるプラスに言ってるめっちゃちゃんとやってくれんじゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。10年後の三森さんが見えました今。見えました。見えましたね。ありがとうございました。さあ三森さんにはですね、次回登場回では漫画の朗読も一緒にさせていただこうと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いします。お願いします。それではまた。バイバイ。バイバイ。バイバイ。